たり、でもシャンプーだったら1時間で今なんか何の研修でも今1時間でしてます。すごい。今動画でした。より多分早くなりました。うん、本当。なんか1年間、1年まだ経ってないんですけど。うんうん、約1年で、シャンプーは本当に早くなったなと思います。動物を助けたいっていうのが、まあ、一番やっていく上で大事な自分がこう動物好きでやってても、やっぱりお子ちゃんもいるし、嫌だってなっちゃう子もいるので、大変だとは思うんですけど、自分がやって、その方が良くなって、でまたこう普通に生活できるとか、そういうのがあると、やっぱりこうやってて良かったなって思えると思うので、やっていくうちに自分ができることも多くなって、自分に会いに来てくれる子とかもいたりするので、そういう面ではすごいいい職業かなと思います。はい、今はワンちゃんのトレーニングやホテルのお世話だったり一時預かりなどをしています。ドッグトレーナーはトレーニングしていくうちにどんどんワンちゃんの成長を感じられて、すごくやりがいのあるお仕事なので、ぜひワンのオープンキャンパスでいろんなことを体験して進路研究頑張ってください、ね、ちょっとイエーイ。動物は、小学生の時に猫を飼い始めたんですけど、それが譲渡会に行ってもらってきた子で、その時にそういう保護されてる猫とか動物がいるっていうことを知って、そういう動物に関わる仕事がしてみたいって思ったのが初めのきっかけで、でワンに入って、いろいろ勉強して、でフレーセンターでも愛護センターで保護されてる動物を譲渡してるっていうのもあって、でフレーセンターでそういう仕事にも携われたらいいなと思ってフレーセンターを選びました。ワンに決めたきっかけは、もともと水族館スタッフになりたく、ていろいろ調べてた時に国際ペットワールドが出てきて、でオープンキャンパスに来ていろいろ聞いていたら、こういう水草水槽をやってたり、あとネイチャーカーリウムのこととかもいろいろ聞いて、こっちに魅力を感じて、プラスアクアデザイン天野さんの等の教育提携があり、毎年就職してる人がいるということを聞いたので、アクアデザイン天野さんに入りたいなと思ってワンに決めました。私はもともとこの水族館に就職したかったので、この水族館の近くで海洋生物や生き物について学べる番に入学しました。繁殖や育成を、はい、頑張っています。で今までだとヤドカリを卵から育てたとか、あとはカエルも卵から育てています。そういった育っていく段階を皆さんに見てもらえるような水槽を作っていきたいなと思っています。家で勉強することももちろん大事なんですけど、実際に水族館に足を運んでみたり、水族館で生き物を見るだけではなくて、実
際に現地に海とか川とかに行ってみないとわからないこともたくさんあると思うので、とにかく体を動かしていろんな経験をしてもらえたらなと思います。学生の時にやっぱりこうインターンシップとか行ってみて、やっぱりこう自然に触れ合うフィールドワークっていうのが一番大事だということで、常日頃からそれを意識して行ってたんですけど、僕の場合はそれがこう網を使ったガサガサとかじゃなくて釣りがメインで魚類採集とかフィールドワークに行ってたんですけど、結局その釣りがなんか僕にとってすごい面白くて、そう思ってるうちになんか結局こう釣り具屋さんで働いたら面白いんじゃないかなきっかけで本間釣り具に応募してました。で今も結局こう仕事をしててお客さん行ってないんですけど、その前にもやっぱ魚の知識が当然必要なわけで、でお客さんとこう釣りの話をしてたりとかして、でその時ポッとこうこの魚はじゃあこういう生態なんですよとか、こういうなんか性格でだからこういう釣り方が成立するんですよ、魚の知識を交えた接客ができるっていうのは学校にいて魚のことを勉強してたのがすごく大きかったかなと思います。釣りの知識だけじゃなくてその魚の知識があることでこの店員さん面白いな、そういうこう一つ深みを持った接客ができるっていうのは活かせてるのかな。